やっぱりスピーディーな展開だと思います。それにつきます。展開も早いし、そうですね、見てる方が楽しいと思いますよね。世界最速最軽量世界フライ級チャンピオン決定戦。アマチュアから通じてきたシュートの、集大成をまず見せられる場なので、今までで一番最高のパフォーマンスができればいいと思っています。フライ級のランキングが制定された当初のトップランカーが満を持してベルト取りへ挑む。世界フライ級1位室伏慎也。僕が、相手をテイクダウンしたら、絶対に、立たせません、逃がしません、決めさせてもらいます。兄勝也と共にトップに君臨するこの階級のパイオニア。長いリーチを生かした打撃はもちろんのこと、関節技は相手の息の根を確実に止める。今まで、チャンピオンになった選手はみんな強かったので、その人たちの、見た光景を自分も、見ることによって、今後の、格闘技人生、に、大きな影響を与えることは間違いないと思ってますので、まずはしっかりと取ることが、目標というかですね。俺絶対に諦めないでチャンピオンになるまで絶対諦めないで。3回目なんでね、もう後がないって思いながら最後のチャンスだと思ってやります。2度の王座獲得のチャンスを逸するも、3度目の正直なるか。世界フライ級3位猿丸淳二。期待しててください。絶対倒せます。 KO の少ない階級にありながら、破壊力抜群のパンチで相手をなぎ倒すハードパンチャー。これまであと一歩届かなかった世界王座をつかむことができるか。1ラウンド目から KO は狙ってずっと動き続ければ5ラウンドあるんで、その中で倒せると思いますね。絶対絶命しましょう。僕が寝技で1本を取るのか、彼が僕を KO するのか。とにかく今回勝つこと、それだけです。今回のためにしっかりと仕上げてきました。必ずチャンピオンになってみせます。一瞬で決めるか、一瞬で倒すか。最速の最高峰決定戦は瞬き厳禁。世界フライ級チャンピオン決定戦、室伏慎也 vs 猿丸淳二。